さて、前回なんとかエリトラをゲットしたわけですが、まだやり残したことが。ああ、みんながコメント欄で教えてくれてたよな。そう、エンダードラゴンの頭の回収です。どうやらこの船の先っちょについてるらしいんですよ。いや、なんでハシゴ使わなかった？その、エリトラあるから大丈夫かなと思って。エリトラもまだ使い慣れてないんだから、気をつけるんだぜ。さて、ありましたねドラゴンの頭。これ、特に何かクラフト素材に使えるわけじゃないらしいけど、ここでしか取れない貴重なものみたいなんで、ちゃんと回収しとかなきゃね。飾りとか、被り物としては使えるしな。ささ、取りこぼしのないように、しっかりと持ち物に飽きを作っておきましょう。よし、取れたっぽいね。それじゃああとは帰るだけだが、それが結構大変だよな。うん、ここまで来るまでめっちゃ歩いたし、どの道から来たかほとんど覚えてない。本当に帰れるのか、これ。でも、エリトラを使えば、一気に進めるって攻略サイトに書いてあった。そうか、ここから飛べばかなり近道できそうだな。でも、あたりは真っ暗。相当勇気がいるわねこれ。奈落の底に落ちたら、すべてがパーだからな。で、来た道はどっちだ？多分あっちだったはず。それじゃあ、緊張するけど、エリトラ初飛行、行ってみたいと思います。ごくり、集中するんだぜ。いけー。おお、羽が開いた。飛んでる、飛んでるぜ。私が作ったブロックの端だ。方向は合ってる。陸が見えたぞ。てわー、びっくりした。一瞬羽閉じたな。よし、もう一つ奥まで行けそう。やったー。なんとか生きてる。だいぶ不格好ではあったが、エリトラ初飛行、一応成功だな。よし、あとはエンダーマンと目を合わせないように注意して、来た道を戻るだけね。家に着くまでが遠足、最後まで気を抜いちゃダメね。お前遠足気分で来てたのか。そんな奴はさっさと帰れ。いや今必死に帰ろうとしてるわ。てかさ、この足音5倍速の音、結構気持ちよくない？ああ、今流行りの ASMR 動画だな。ってそんなわけあるか。それより霊夢、さっきから同じところぐるぐるしてるようにしか見えないけど、何か手がかりとかはあるのかよ。確か、最初の方は土とかで橋を架けてたよね。だから土の橋が見つかれば、ゴールに近づいてるってことじゃないかな。いやー、にしてもほとんど景色変わらないな。この中から土の橋を探すなんて。来るときちゃんと、道しるべとか残しておけばよかったわ。って、あれもしかして、土の橋じゃない？おお、やったな。ここは思い切って、一気に渡るわよ。ひぃ、マジでヒヤヒヤするぜ。おっと危ない、こんなところにも亀裂が。最後まで気を抜くなよ。あ、向こうにかすかに光が。あれは、ここに来るときに使ったポータルだ。やった。やっと見つけたよ。いやーマジで疲れた。さて、エンダーパール一つしかないし、確実に投げ込むため、しっかりと近づくわよ。エンドシティのブロックなくなっちゃったが、まあいいか。さあ、まずはエンドの中心まで帰ろう。よし、ここまで来れば安心だね。やっと一息つけるな。ベッドだー。久々の我が家、なんかめっちゃ嬉しいな。やばい、安心感が半端ない。やっと日の光を浴びれるよ。でも今は、夜になるところかな？いや、その逆だ霊夢。ちょうど太陽が昇ってくる時間だ。おお、なんというタイミング。そしてなんと美しい日の出なんだ。いやー、素晴らしいね。最高の朝になったわ。平和な世界がこんなにも美しいとは、エンドでの長い冒険を経て気づけたな。ということで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、良ければよろしくだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。またねー。